はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、革命デッキを皆さんにご紹介していきたいなというふうに、思っておりましてですね、私ターンスキップと言われるデッキ無限に作ってきました。無限に、その中でも一番強いと言っていいね、デッキ爆誕しましたのでご紹介していきたい。あのね、これうちの竜の幹部会っていうちょメンバーシップやってるんですけども、メンバーシップ のメンバーがちょっとルートを結構研究してくれていて、あのね、これやばいですね。あの創造の代行者ヴィーナス1枚からあのターンスキップが確定しました。今までって今まで通り、もちろんね、あのね、アースとね、ネプチューンっていうハンドだったらいけるんですよ、簡単に。これ結構簡単だったんですよ、これ簡単で、この2枚がある状態だと今でも普通にターンスキップできるんですけど、確定で。ヴィーナス1枚からだとユニオンキャリアとかがいなくなった結果結構難しくなっちゃったんですけども、いろんなそのギミックを組み合わせた結果、これ1枚、まあ、1枚っていうか、まあ、コストがいるんですけどね、一応その代行者ヴィーナスプラスコストからいけるようになりました。はい、めちゃくちゃぶっ壊れております。1枚からですよ、1枚から相手のターン完全スキップですからね。あの甘っちょろいね、ターンスキップって言ったっていろいろあるんですよ。あの相手のドローフェーズだけは、その来ちゃうとか、あの相手のスタンバイフェーズとなんかその、エンドフェーズは経過しないといけないとかあるんですけども、まあ、このギミックは、まあ、史上最強モンスターが爆誕しますので、完全に相手のターンをスキップすることができると、はい、相手に何もさせないで勝つということができるわけですよ。まあ、今回は対戦相手というか、まあ、相手はね、壁です。はい、壁です、壁。はい、あの人である必要はない、別に壁でいい。早速ですね、対戦してみましょう。ちなみにマスターデュエルというか、まあ、遊戯王ターンスキップって検索すると、上から5個くらい全部竜実況チャンネルっていう人の動画らしいです。はい、そんなことあります？死ねばいいのに。デュエルスタンバイ。よし、創造の代行者ヴィーナスは来た。ハカラもある、ウララもある。これ増地にもケアできる。このハンドは強い、さすがに。さあ、創造の代行者ヴィーナスの効果だ。なんもねえな、相手マジか。手応えねえな。じゃあ俺の勝ちだぞ。この手札見せ合いっこして、ヴィーナスあるんですけど、ウララありますか。あ、じゃあ僕の勝ちでってやっていいやつじゃん、これ。ちなみに今なんか遊戯王マスターデュエル系の動画なんですけども、なんかターンスキップって検索するとなんか上から5くらい全部俺の動画らしいですよ。はい、なんかターンスキップ遊戯王って検索するとなんか上から5くらい全部竜実況チャンネルっていうゴミ実況者の動画が出てくるっていう話聞きましたけど、それは本当ですかね。はい、ちょっと確認しないんですけど、僕幹部会のメンバーが言われたんですけど、そんなことあります？はい、まごうことなきクソ実況者じゃない。とりあえずですね、これヴィーナス1枚プラス、コストですね、コストから確定します。はい、ヴィーナス1枚プラスコスト、まあ手札1枚かなって書きましたけど、一応コストはいりますって感じですね。はい、で創造の代行者ヴィーナスをゲームから除外しまして、打天使アスモディウスを特殊感で、アスモディウスは天使族を愚かな埋葬できるため、これで、イーバーを墓地送っていく。まあ、これはね、この宇宙人はみんな見たことあると思うんですけども、この宇宙人は、ゲームから、墓地からね、天使族を除外すると、天使族のレベル2以下のやつを、なんか、除外した数だけ持ってくれるとかいう、まあ、ぶっ壊れ効果持っていて、で、ここで、妖精を持ってくると。で、リースを出していく。で、リース21の効果を発動しながら、子犬持ってきて、で、ですね、2体で、ムーン。このムーブ結構すごいんだよね。本当になんかやっぱり遊戯王って無限の可能性があるなということを、実感させられるんですけれども、マジェスティヒベリオンの、を墓地送っていく。でリースの効果が、聖杯をなんか手札からぶん投げることによって回収するっていう効果を持っていまして、で、イムヌークが、フィールドから墓地行くとあれなんですよ、聖杯を出せるっていう効果ありまして、これかなり金だったんですね。で、リプロドクスとかいう、まあ、悪さしかしないカード悪さしかしないカードを、リンク召喚しながら、リーズを特殊召喚で、リプロドクスで、リンク先のモンスターの属性をまた種族を変えるっていう効果あるんですけども、
これで、地属性になっていただきます。今から君地属性ね、ロードパーシャス君で自分の墓地の聖杯の守護竜を除外すると自分の墓地から通常モンスター特殊召喚できるんで、たまたま出して、でたま一体で、リンクスパイダーを出していく。でたまがですね、地図に変わったんで、これ地属性3体なんですね。地属が違うというわけで、この3体の地属が異なって属性が同じモンスターで、ライトロードドミニオンキュリオスちゃんを出していく。でドミニオンキュリオスちゃんの効果を発動、愚かな埋葬をしていく。まあこれでですね、まあ、愚かな服装でもあるんだけど、で破壊の代行者ヴィーナスを墓地送っていく。でキュリオス効果、墓地落ちてないね、 OK、 ザバルの墓地落ちてないというわけで、命の代行者ネプチューンさっきサーチしておいたんで、これを効果を発動していく。ぜひね、エリートターンスキッパーの皆さんも、よかったらこのデッキ使ってみてくださいかなりの確率でターンスキップできるんで、一応相手の威圧がなければね。さあ、3500のライフを買う、ライフ払うことによって自分の墓地から弾がいっぱい出てくる。はい、で一旦暴天荒を作りまして、ジョクト引いてないので、僕ジョクト持ってきてない。ここで2体で暴天荒で、暴天荒の効果発動、進化召喚成功すると流星カード持ってこれるんで、これでジョクト持ってくる。あ、これ後で出します。はい、あのエンシェントビアリーで、でですね、レベル2のリースに暴天荒をチューニング、進化召喚現れよエンシェントフェアリードラゴンこんなの禁止解除しちまったら、お前クソレッカーが完屈しちまうぜ。なんでこいつは帰ってきしまったんだ。まあ一応狙ってかかったからいいかみたいな話か。でネプチューンをゲームから除外して、マジェスティを出していく。そうするとネプチューンの効果除外されたので、天空の聖域を手段に加えることができる。で、天空の聖域をそのまま発動をしていいね。はい、で重心クロかましてマスターフレア出していきますと、ジョックとかレベル2の中7もマジでかいよな。でマスターフレア、ヒュペリオン、ヒュペリオン効果、こいつは代行者系のモンスターの効果コピーできるんで、これでヴィーナスになりました。私は、僕の名前は想像の代行者ヴィーナスで、ホーリーシャインボールを1体特殊化、そして、3体使ってロードパーシアス。はい、っとこれさっき、まだサーチする方の効果使ってないんですよ。ロードパーシアスって手札捨てると、なんか天使族サーチできるっていう、まあ代行者はサーチできるんだけど、天空の聖域がある場合は天使族なんでもサーチできるということで、なんと最強モンスターが手札に加わってしまう。さあアルカナボース21ザ・ワールドを手札に加えていく。さらにエンシェントフェアリードラゴンのモンスター効果発動、フィールド魔法を破壊することによってフィールド魔法をサーチ。さあ絶望の光の結果よ、サーチングこのカードはアルカナフォースの効果を書き換えることができるぜ、自分の自由にな。さあエンシェントフェアリードラゴンの効果、手札からジョクトを特殊召喚、さらに創造の代行者ヴィーナスの、効果を発動、弾を出していく。そしてあれ、その持ってきたやつだって出すねんって思ったじゃないですか。はい、当たり前にリンク4をすればこの最強モンスターが爆誕すると、さあサリュージャースカレットを特殊召喚して、一応効果発動、4枚カードをドローしながら3枚カードを手札に持つ、あー手札じゃないデッキ持つ、なんか強えな。ディバイナーいらんな、ディバイナー、まあこれはもうなんかあとはなんか強いカードを残せばいいんだけど、長々とソリティアを見てくれてありがとうな。ソリティアを見てくれたお礼に今からてめえのターンはスキップしてるからな。チェン1アルカナフォース21の効果、チェーン2スカレットの効果を発動、打点をアップ、そしてアルカナフォース21の効果、コインは当然もちろん聖地、うわアルカナフォース21の効果、エンドフェイズ時フィード上のモンスター2体を生贄に捧げることによって相手のターンを完全にスキップすることができる。お前のターンなどない、貴様にターンは二度と来ない。
俺のターン、ドロー。どうやら理解したようだな。そうだ、これが遊戯王マスターデュエルだ。これが遊戯王マスターデュエル。対戦ありがとうございました。いや、てか壁ありがとうございました。いやー、やっぱターンスキップって最高だな。相手のクソ投げでソリティア見なくていいし、なんか決まんなかったら別になんかもういいやーってなんか次行けばいいから、本当にね、対戦相手不要ですね。いやマジ対戦相手いらないんですよ、遊戯王なんて。ターンスキップすれば、まあ、実質ね、座っていただいてるだけなんでね、相手もう座っていただいてるだけっていうね、まあ、壁に感謝ってことですね。はい、壁に感謝。はい、まあ、てか言うて、ちなみに一応汎用カード、バロネスとかね、マスタークレアとか結構強いので、まあ別に高校でも、まあ、まあ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 相手の展開がなんかクソだこだでやれば、まあ普通に何度なるという話あります。はい、十分。まあ一応デグララディバイナーみたいなのも入ってるし、なんか普通にバロネスビートみたいなしてたら勝てるみたいなこともありますから。パワーツールブレイバードラゴン、やばい。これハンデス食らうやつ。いや、これハンデス、普通ハンデスじゃねえなこれ。俺竹光、妖刀竹光、魔導士の力、なんかやばい動きしようとしてる。さあ妖刀竹光効果、俺竹光を戻して、さらに妖刀竹光を墓地を送って、パワーツールブレイバーを守備表示に変更していく。妖刀竹光の効果、黄金色、あ強いね。なるほど、はいはい、ドロームーブか。は、カスやんけ、カスやんけ。メインフェーズ1スキップが確定しました。ありがとうございます。黄金色の竹光発動、2枚カードをドロー。ああドローしすぎだろ、ドローしすぎだろ、おい、ドローしすぎだろてめえ。6枚ドローってどういうことだお前、なんだその捨てカード。おい、6ラデッキじゃないぞそれ。え、その伏せカード何。いや絶対6ラカードじゃないもんそれ。何それ、トラップトリック、覇者の一括だね。イエーイあれ、なんかターンスキップデッキ使ったらターンスキップされそうなってるんですけど、どういうことですかこれ。なんかエリートターンスキッパー、ターンスキップされそうの巻き。まあ、おムキムキブレイバーやめろ、ムキムキダブルブレイバーやめろ。いやでもね、遊戯王ってすごいよね。他のカードゲームにありますか、相手のターンを完全にスキップできるっていう。いや、そんなゲームあったら俺やりたくねえもん、ゴミゲーだから。